大使館のビデオブログへようこそいらっしゃいました。まずは新年明けましておめでとうございます。私はモルジブ大使のアハメド・カリールと申します。私の日本語はあまり上手ではありませんが、今回初めて日本語でやってみます。そのため私の日本語に間違いがあるかもしれませんが、ご容赦ください。モルジブは日本から約8000キロ離れたところにあるインド洋に浮かぶ小さな島国です。経済の中心は水産業と観光産業に委ねられています。モルジブは現在ビーチリゾートに関しては一番最高の渡航先の一つとして考えられています。私たちの観光商品はユニークで独特なものがあります。すでにモルジブを体験した方々は私と同じ見解だと思います。昨年モルジブを訪問した外国人のお客様は約80万人以上の観光客をお迎えし、そのうち約4万人が日本からのお客様でした。モルジブは若い世代の日本人にとっては夢のような渡航先の一つであると理解しております。すでにご承知の方もいらっしゃるかと思いますが、最近観光産業に関するニュースで特にリゾートホテルのスパを閉鎖するという残念な展開が見られました。これらのコアデタは政府を動揺させ、節度を守って800年以上の間イスラムの教えを実践してきた国の良いイメージを損なうために、野党が支援している一部の政治的な反政府によって行われました。節度のある一般的なモルジブ人がそのような活動を受け入れないことをここにお約束いたします。民主的な国家として政府は大多数の意見が尊重されることを保証します。この理由から政府はリゾートでのスパの運営禁止令を即時に解除することを決めました。モルジブにある世界的有名なリゾートで提供されているサービスは中断させることはできません。政府は観光客の皆様方々が平和にリラックスして忘れられない休暇ができることを保証するために、すべての適切な措置を取っております。本件に関して何かご質問のある方はいつでも大使館へご連絡お願い申し上げます。今回私の拙い日本語をご容赦ください。ご清聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。